ケイト、ミセスオのケマラジオ。はいはいどうも。はいはいどうも。ケイでございます。ミセスオでございます。ラジオをやりたい言うてね。そう。ラジオを。やっと来たね。押してたやろ。だいぶ。押してましたね、ラジオやりたい言うてね。なんでやと思われん。なんでなんですか。単純に喋りたかった。喋りたかったのよ。喋りたかった。そうそうそう。商品紹介レビューしてる時ってさ、はいはいはい、基本Kさんさ手動で喋ってるやん。そうですね。まあ私も愛の手みたいな感じやん。はい。ちょっと足らんかったよね。足らんと。もっと喋らせろと。そう。うだうだね。そんな理由で。何のそんな内容もない話をうだうだ喋りたかった。ああ、うん。まあやりたかったもありますよね、うんうん。ラジオ。なんか楽しそうやなっていうのもありましたし。そう。こんなんすることないやん。うん。でも自分たちのチャンネルやし。はいはい。まあ、自由やんやるの。まあそうですね。うん、それで やっていけたらなと思って押してたの。はい、そうですね。まあ何事もやってみないと。そうそう。わからないとこもありますし。そうやろ。うん。うん、そうやろ。でこうやってまあ、我々がこう、うん、ケマラジオの方では、うん、まあのんべんだらりと、うん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 、ゆるゆるの、うん、ガバガバのトークを、うん、広げていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、そうだからすっごい時間ある人が聞いてほしい。もう時間を持て余してるよっていう時に聞いてくれたらちょうど埋まると思う。もう暇でしゃあないと。何したんやろなっていう時に、はいはいはい、聞いてくもポチッと押してくれたらそれぐらいでちょうどええ。そういう気持ちで聞いてくれたらと思うと楽や。せやケマラジオや言うてもう もう張り付いてな待ってるような感じ。あんなんはいらんから、そんなもうそんな皆さんの時間を割いてまで聞くような話やないよ。きっとそうなるんやってな。その程度よ。そんな感じのね、うん、ノリでね。そう行きたいなと。行きたいなと思って。はいはい。うん、それでね、やってもらおうかなと思って。そうですね。うん、もうそれはでも結構嬉しいですよね。そんな風に、なんかもう暇でしゃあない時に、あ、せや、ケマラジオがあったわっていうような感じ。いや、もうそれもそんな贅沢な話ないよ。そんな嬉しい話ないよ。そんなんがええね。はい。まあ、1回目ですからね、うん、ゆるく聞いていただければ一番ありがたいですけど、ね、うん、話しようか言うて。そうですね、うん、どうなんですかね、どんな話がいいですかね。今それさっき決めとけやいう話ですけど。でもさ、その基本これ YouTube を始めたいわけやんか、うちは。はいはいはい、今年の2月ぐらいかな。そうですね、からようやく YouTube を始めることになって、はい、はいはい、ね、もうその何きっかけというかさ、うん、まあ、そんな話からでいいんじゃないかな。あ、なるほど、あ、きっかけですね。そうもともとは我々 その子供たちが YouTuber になりたいみたいな感じの興味を示したところがきっかけでしたよね。で結局その YouTuber ってなんやねんっていうところがあって、うんうん、でそれをなんか否定する親にもなりたくないっていうところもあったんで、うん、ね、うん、じゃあ一回自分たちでまずはやってみようかみたいなところがきっかけでしたよね。そうそれでやってみて、うん、でまあ子供たちに教えてあげれるような、そうやね、アドバイスとか、うん、そういうのができたらいいなと思ってたらもうドハマりよ。こっちがおもろー言うてね、ちょっと編集しとるから言うてやってみたおもろー言うやつでしたよね。そうやな、うん、面白かったですね。だからやらなくて、うんうん、やってなくて全否定よりかは、うんうんうん、やってて、うん、ちょっとこの辺難しいよみたいな感じのアドバイスができるような感じとか、うんうん、もしくはこう一緒にね将来的には楽しめるっていうのが、うん、理想ですよね。まあ、共有できたらいいよね。うん、面白いですよね。そう。うちらもだって見てるわけやから、そうそうそう、しょっちゅう YouTube を見てたし、そう。それをね、全部見たあかんとか、そうや。うん、言う必要 ないしさ。そこちゃう言うてね。うん、
やいのやいのでも言いたくない。やいのやいの言いたくなるんですかね。言いたくなるんやろうけど、言わんようにさ、もうやりたいようにやらせてあげる。でも、あかんもんはあかんからさ。あかんもん。それも教えたら、あかんから。そんな偉そうなこと言いますかね、このマイク一本で。マイク一本で勝負してる我々が。こんな大層なこと子供たちに言えますかね。いや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 、彼らよりは先輩やから。まあ言うても。それ言えるんちゃう？あの子らには言えるんちゃう？他も他人さんにはもうそんなこと言おうも恐れ多くて言われへんけど、ね、恐れ多くて言えないですけどね、うんうん、まあでもそれがきっかけですよね、我々の。そうそうそう、うん、だからまあそういった意味では今やっててもすごい楽しいですし、うん、デビューなんか特に結構楽しいんですね。面白いですね、うん、もうあとコメントとかがもらえた時がもうどんだけ嬉しいねんって言って、いやー言うて声出るもんな。コメント来たで言ってね、えやっぱそんな気持ち忘れたくないよね。忘れたくないですよね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。一番最初のコメントいただいたのが確か夜中だったんですよね。叩き起こしました、ね。起こされた起こされた。何寝てんねん。ほんまやな。コメント見てるぞ。コメント来てるぞ言うて、めちゃくちゃ嬉しかったよ。え、ほんまに言うて、ほんまにの声も出てへんかったもん。そう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 。ふえ言うてましたもん。画面見たけど、もう目かすんで見えへんから。夜中シャバシャバの目でね。もうシャバシャバの目嬉しかった。で、その時に二人でこの嬉しさ忘れんとこな言うて。そう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 。うん、そうです、ね。言いましたね。うん。今だに全然テンション変わってへんけど、来たら、うわ、コメント入ってるよまだ言うてるけど。嬉しいです。嬉しい。ぜひあのコメントも、はい、お待ちしてますんで、ぜひとも、うん、もしお暇やったら、そうですね、本当にお暇やったらでいいです。だから YouTube もいろいろこう見てるじゃないですか、うん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 、であの謎のね、うんまあ、我々なんかまだその未知の領域のこう、うん、何々を提供してもらいました、あるあるある、うん、あるよ、未知やね、有名な人言うてはるじゃないですか、うん、どういうシステム、どういうシステムなんですかね、あれね、うん、システムちょっとどういうシステムなんかだけ教えてほしいよね、あれだから、いや有名な YouTuber さんが、そういう影響力のある YouTuber さんが自分 の、 その会社の商品を紹介してくれたら、うんはいはい、やっぱりその商品が売れるとか影響力もね、影響力ある影響力ある人やったら、ね、そんなもんな、そうですよ、うん、もう僕はあのあれですよね、あのバッテリーあるじゃないですか、うんうんうん、あの大きな、何何何ちょっと待って、提供してほしいって言って、いや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 何何いや、もしね、どの口が言うてんのでそうですよ、もう我々なんかにあの商品提供したらもうその担当の人ごっつ怒られますからね、ごっつ怒られんね、上司の人にどこに提供しとんねん何何話何どこやそれ、呼んでこい言うて、すぐ返してもらってこい言うて、うん、こっちは一切返せへんけどあかん、返します、もう抱きかかえて返せへん、返します、そうかもうとぼけるよねいやいやいや、あの大きいバッテリー、うんやってみたいですけどね、あれなぁ、ええよなぁ、いいですよ、何やったあれ、何っていうの、なんていうんですか、非常時用のモバイルバッテリーのでっかいやつですね、そう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 、この時点で絶対ポータブル電源じゃん、あ、そう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 危ない危ない、あれずっと欲しい言ってるもんな、あれ欲しいって言うてます、僕は言い続けてますよ、うん、まあね、台風とか地震とかあった時ももちろんそうですし、うん、あのキャンプもそうやったりしますんでね、便利なんよ、冬場とかやっぱさ電気毛布とかさ、うん、あと何、あと何よ、いやいろいろありますよ、それこそあのスマホを充電したりとか、そう照明つけたりとか、うん、いろんなの充電できますからね、パソコンも充電できますし、ああいうのやってみたいなと思うんですけどね、やってみたいな、誰か提供してもらいましたって、もうどんな状況、夢の夢やな夢の夢ですよ、でもいるな、でも欲しい、ね、そう僕欲しい言うてるんですけども、一番最初、否定から入りましたもんね、うん、頑張って提供してもらえるようになろう、ああまあそうですね、うん、それ目標にしようや、ほんなら、ああそのポータブル電源も提供してもらう、そう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 、でもあれ返さなあかんの、いや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 、僕に聞かれてももうシステムがもう僕に聞かれてもあれなんですけど、うん、
どうもどうなんですかね。でもあれですよ、提供したらもうごっつい上司の人に怒られる。いやいや、だからさ、もう毛羽町なんかで提供するような、うん、そんな、なん、あの営業の人かなんか、うん、もう重くそメンタル強くないとやっていかれへんで、ボロカス言われんねんから、そんなあのこの棚に置いとったやつどこ行ったんやって言われる。4個あんのにお前3つしかあれへんやないか言うてね、何ハマジ、何ハマジ、何やそれ言うて怒られますよ。いや怒られる、はい、うん、申し訳ない、その担当者に申し訳ないからやめとこう。まだやめとこう。でもまあ夢として、そうですね、うん、もしあの我々、ね、目標のような、うん、ところにでも、うん、ご提供もしいただけたら、笑ってしまったけど、嬉しすぎて。まかりは返すわ。どうしましょう。うち違うんちゃいますって。なんかの違うハマジと間違えたら違いますよ。それ嬉しいですよね。でもあとあのでも逆にもしそういう風になった、まあ夢ですけど、うん、あのもしまあ商品を提供しますって言った形で送っていただいたものが。一旦息吸うっていうような感じの、なんか、なんなんこれっていうような使い勝手がちょっとようわからんっていうやつ。そうそう、送られてきましたって言って、 なんやろこれ、大きくいい一回、全部、全方向から見るよね。そうそうそう、あの、縄文式土器みたいなどうしよう、レビュー、レビューそれはさすがにちょっと困る。うちらのそのもうあのあれじゃもう手に負えへんと思う技術がね。そうそうそう、技量が足らん。その嬉しいですよね。でもね、楽しいですけどね。そうだね、目標にしましょう。そういうのね、1回目のこの、うん、こんなノリでいいんですかね。まあええんちゃうかな。だからもうほんまに暇な人が見てくれる気持ちやからさ、いいんじゃないかな。そうですよ、まだまだね、うん、大変ですよ。だから今年はそのコロナで、いやね、ほんまにまさかまさかの、ね、まさかまさかですよ。だってそれこそ YouTube 1月なんか、うん、まさかこう世の中、いや世界全体がこう、うん、マスクだらけになるなんて、いや想像してへんよね。思っても見なかったですもんね。そう、でもそうマスクだらけ、マスクで1個だけすごいちょっと助かってんなと思うのがさ、あの車でさ、はい、私乗るときにさ、はいはい、重くそ熱唱するんだよねでマスクつけてんのよね、バレないよあれめちゃめちゃ気持ちいい、それだけ。それだけ。それ以外はもうほんといろいろ大変よ。大変ですよね。もう絶叫するためのマスクじゃないですけどね、そもそも一人やからね、いいかな思って。そうですね、まあでも大変ですけど、まあなんとかね、乗り切っていきたいですよ ね、 世界全体で。そうやね、うん、そうですね何でこんなもうごく自然なまあもできますよ、そりゃあんだけもうダラダラと言うてたそのナチュラルなマンもできますよ。我々プロじゃないですか。なただの夫婦の会話やでもなんかね、ちょっとこうへこんでたりね、なんかこうしんどいなって思ってる時にね、うん、ちょっと元気出る感じになればいいですよね、うん、いやもうそうなってくれたらね、ほんまに幸せやね。そうですね、こっちが元気もらうから、ね、そう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 、うん、こいつらよりマシやなって思ってもらいたい。あ、そうじゃん、それでもうそんなんがええわ、十分です。こいつらには勝ったって思って元気出てくれたらいいですよね。そったくらいちょっとかかんといてほしいそれで泣いちゃうかもしれんできればそこはもう心の中を収めといてほしい。そうですね、まあね、悪いことがあった後にはね、必ずいいことがありますから。そうそうそう、はい、うん、元気、また元気出して、ね、第2弾もやっていきましょう、はい、そうですね、うんうん、この番組はケマハマジの提供でお送りしました。いやいや、もうあのもう喋ってる時にこうやっぱり食い気味でかぶせてきますよね。あのさ、次またさ、テーマさ、はい、決めような。何ですか？ラジオの。ああ、ラジオの、そう、うん、そうですね。ぜひ。うん。